DS PDS。はい、すみません、今日ね、エアポンプ系 YouTuber の歌です。って感じで今日はね、エアポンプでエアロチョコをつけてみちゃう。で、以前にね、覚えてる方いると思うんですけど、エアホッケーでね、エアロチョコを作ろうと思ったんですけど、まあ結果はね、動画に書いてください。まあ第2弾やってるってことはね、まあ大体予想つくと思うんですけど、今回はね、エアポンプ買ってきたんですよ。あ、プルルッパシャーン、エアポンプ、イエーイ。これもうエアポンプといったらもう金魚とかの空気を送るやつなんですけど、固まる前のチョコに空気を送り込んだらエアロチョコができんじゃないかと思ったんで、今日はねやってきてみます。やっぱね、エアロチョコね、そんな売ってないんですよ、日本に。イギリスとかだとめっちゃ食ってたのに、エアロチョコムースとか言って、なんか、ムースエアロチョコとかも売ってたりとか、素晴らしかったんですけど、日本ではあんま売ってないイメージなんで、今日は自宅でね、作れるかやってみたいと思います。本当はね、ダンミツさんがストローで息吹きかけて、それでね、エアロチョコできるかってのやりたかったんですけどね、教育番組なんで、それはやめておきましょう。はい、で、ガーナチョコね、めっちゃ買ってきましたね。で、ミルク味にした理由はね、柔らかいチョコの方が多分、いいと思ったんで、硬すぎると空気送り込めなくなっちゃうような気がしたんで、今回はね、シャッフルしよう。チョコを湯煎していきます。はい、で今お湯沸かしてるんですけど、今回はねこの容器100均で買ってきた容器に入れていきます。で本当はねシリコンとかでやりたかったんですけど、空気入ってるところが見たいんで、プラスチック製のね透明のやつにしました。でここね穴開けてチューブ通るようにします。お湯注ぎます。はい、ではこんな感じに溶けたら出して、この100均の容器に入れます。 OK、 うまいうまい。固まったらいけません。で穴開けた蓋にチューブを通して、下にね空気を送り込みます。お、いい感じ、いい感じ。うわ、いい感じ。やべやべ。はい、こんな感じになってます。これちょっと期待できそうじゃないですか。果たしてエアロチョコになるでしょうか。いや、でもやっぱ無数に穴開けた方がいいのかもしんないな。ちょっとやってみるか。はい、では無数に穴開けました。これでね、どう変わるでしょうか。見てみましょう。なんか変わってるっぽくない？ちょっと動きがね激しくなったっぽいですね。ではこれでね放置してみましょう。ちょっと1時間ぐらい放置したんですけどね、常温じゃねやっぱ固まんないんで、これなんだっけ、覚えてますかね、ロールアイスで使ったやつですね。下冷たいんでこれで温めていきます。では冷やしていきます。さあこれ冷えるか。はい、冷蔵庫で一晩冷やしました。一晩冷やす必要なかったと思うんですけどね、まあ、こんな感じでほらエアが入ってますね。ほらブクブクって、これちょっと期待大ですね。ではこっから取り出せるかやってみましょう。こう軽く温めて、あ、ちょっと落ちてる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 。よし、オッケー、そよっしゃー。ちょっとこれで冷蔵庫にまた入れます。はい、では冷蔵庫から取り出しました。割ってみましょう、中エアロってるか。はっ、おお、割れ具合がいい。いきます。はっ、あれ、おお、ここ見てください、ちょっとエアロってる、ちょっとエアロ、ちょっと穴が開いてますね。いや、ちょっとね、もう一個こっち側やってみましょう。おお、ほら見てください、空気入ってますよ。うわー、やべやべ、ほらほら、ちょ、エアロってますよ。ポツ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 ポン。では一番ね、エアロってるところね、食べていきたいと思います。いただきどんち。あ、やべ、顎が外れそう。あ、虫歯になりそう。あ、まあちょっとねサクサク感があるかなって感じですね。あと太りそう。せっかく腹筋作りたいね。
でもちょっとね、エアロチョコっぽくはなってると思います。はい、っていう感じで、今回はね、微妙ですね。ちょっとね、成功とは言えないって感じで、ちょっと考えたんですけど、空気の量が少ないと思ったんですよね。だから次はなんか、エアコンプレッサーとかで、もうずっとババババババって感じで、こう泡を立てながら、一気に冷やしたら、できるんじゃないかと思ったんで、次回はそっちで進めようかなって思うんで、むしろエアロチョコよりも、エアロってるやつ作りたいんで。はい、ではね、金魚のエアポンプではね、エアロチョコはできませんでした。次回に期待してください。See you! And what's see you! PDS 株式会社。